します。美味しそうね。よっしゃ、じゃあ渡ってみようか、向こうに。どこの、どこのお店？目の前のお店。ここ？うん、これ初めて来ました、橋本なぎ。はい、ここで買うんやね。どうも、いろいろメニューがある。いらっしゃいませこんにちは。はい、こちらのお席になります。こっちは手前やってばちゃん。わ、すごい、すごい。こんにちは。あ、こんにちは、お世話になります。ご無沙汰し、バチわかる、誰か見たことがある。どうもお世話になります。僕はもう正論の時からずっとお世話になってます。むちゃめちゃ覚えてますよ。ご無沙汰してます。楽しみにしてました。あ、ありがとうございます。はい、ちょっと今焼いてますんで、ぜひ。ありがとうございます。はい、そうです。大体こう、ネギに絡みつくようなとろみのついたタレを使うところが多いけど、うちのはさらっと流れ落ちるようなタレ使うので、しっかりここで焼き入れて、あの身にしっかり染み込むぐらいまで焼き上げるので、そこからタレつけるんですよ。なもんで、中にはしっかり味は入るし、だからそんな余分なこう表面に絡みつくようなタレは必要ないかなっていう考えで、このさらっとしたタレ。うなぎ自体はこれどこの、今日は鹿児島です。鹿児島。あのうち自社相手のうなぎもあるんやけど、そこが一年に毎日一番いい手羽先が、その日に戻ろうっていう思いで。どこのご飯とか。ご飯は北海道の夢ピリカ。あ、夢ピリカ美味しいですね。やっぱり粘りはちょっと若干少なめで、はい、小粒でっていうのは、あの自分のイメージに合っちゅうかなっていう思いで使いたいんやけど、はい。なるほど、カリカリに焼く。そうです、そうです。おー、すごい。今日何でしたっけ、焼きに10年でしたっけ、何かありました。焼きは一生って言います。焼きは一生、まだ入ってないよ。年打ち3年、さっき8年、はい、年打ち3年、何8年ですよね。さっきっていうか、あの、さばき、さばき、はい。で、焼きは一生って言います。焼き一生っていうのは、まあ毎回こう、タジアがあるもんを焼きるわけで、はい、毎回同じように焼けんことから一生と言われてる、はい、なるほど。2回タレつけるんですけど、はい、タレつけた後はもうあんまり焼かないんで、はい、ここの爪の上に乗せちゃう時間って言ったら短いです、はい。おー、すごい。おー、おいしそう。うわ、カメラ、もう一回、もう一回、はい、カメラ止まる、止まる、はい。おー、すごい、ありがとうございます。うわー、やばいですね。サイズの大きい太巻き。うわー、すごい、うわー、すごい、やばい、おいしそう。はい、失礼いたします。はい、趣味にお失礼します。太丸一本重、うわー、すげー、おいしそう。おー、すごい。限定重でございます。はい、はい、限定重やって。おー、すごい、見て、手羽じゃん、こんなに食べる。
うん、食べれんかったら残したいよ。こちらうなぎの南蛮でございます。はい、わさびかお塩かお醤油で、はい、お好みで、はい、お召し上がりください。ばあちゃん一つだけ食べさせてね、そこの向こうのやつ。はい、ありがとう。じゃあばあちゃんさっき食べてみて、橋本さんのうなぎどうぞ召し上がって。お醤油かじゃない、うん、白焼きはそれをつけて、これ白そう、うん、さあどうでしょうね。外のカリカリ感が、うん、あっさりと美味しいね。うん、美味しい。その奥の音と汁も食べてよ。はい、じゃあこの太丸、一本丸とこれ、じゃーん、これいただきます。で、この汁、うわー、このピザクは美味しそうね。はい、じゃあ肝水いただきます。肝水かな、肝ね、これ。はい、いただきます。肝の味わいとこのすましが最高。お願いします。はい、うざくでございます。はい、すごい、うざく、うわぁ、すまし飲んだ、飲んだ、うん、あったりって美味しい。うん、飲んで飲んで、うん、本当はこれじゃないとね、あんまりこういうときはうなぎの味だ、うん、塩を振ります。塩を振って、これは何、うん、白焼き食べてみよう。白焼き、これはカリッカリがする、カリッカリ感がすごい伝わるんで、いただきます。でもパリッパリに焼けたのが美味しい、マジのいいこと。おい、崩れた、はい、で、うざくどう、あっさりして美味しい、あっさりして美味しい。そのままうざくをちょっといただきます。ちょっと皮、あ、すごい落ちた、すごい変わってる感じが、このおしゃれな感じが、モテるかな、モテれへんの、わ、モテない、難しいな。いただきます。もう酢のあさりしたきゅうりとうなぎが美味しい。うなぎをいただいちゃいます。もう贅沢にかぶりつきます。このタレの絡まる味わいとこのカリカリの焼け具合、やっぱりうまいわ、ここのは。まあうまい、あったりしてね、さましょう、山椒。やっぱりうなぎ、わさびっていう話もあるけど、俺はやっぱり山椒が好きなので、山椒とこのタレが好きやから、タレをしっかりとかけます。じゃーん、はい、でこれで再度いただきます。おお、この絶妙にご飯と絡まるこのタレの味わいと山椒の味付けが最高、うまい。いや、これなんかな、何番やってたかな、うなぎ何番、ちょっと初めてやな、うなぎ何番いただきます。どんな味や、え、こちらうなぎ何番、美味しい、このカリカリの
師匠がまた美味しいね。ホームは6年通ったきね、あの店、ね、そう覚えてくれちゅうの、うん、全部食べた、うん、美味しかった。で、はい、で全部食べましたから、うん、はい、美味しかったです。どうでした？そこの店来るの初めてやったけど、あのこのお味は初めてね、うん、暑さにしてね、食べやすい、また全然違うね。はい、じゃあ星は何ですかね、今どう？すごく食べやすくて100点なんです。おお、すごい、ごちそうさまでした。どうもありがとうございます。また来たらね。はい、まだね、行けてます。はい、お待ちしてますので、はい、いや、やっぱり美味しかった。めちゃくちゃ覚えてますよ。はい、ありがとうございました。また来ます。また来てください。お忙しい中ありがとうございました。どうですか、ばあちゃん？美味しかった。ではでは帰りましょう。